年齢層でいうと大体10代から、まあ、高いと50代ぐらいまでの方、結構幅広く受けていただいているんですけど、大体ほとんどの方がスタジオアッシュの方でヒップホップだったりロック、ジャズだったりいろんなジャンルのクラス並行して受けてくれている方が自分のクラスの方にも結構来ていただいているっていう感じの印象です。やりがいとか達成感だったりっていうのはもちろんなんですけど、やっぱり超入門クラスでやらせていただいているので、どちらかというとまずはダンスに慣れてもらうっていうのを重きを置いてレッスンをさせてもらっています。自分のダンススタイル、スタイルヒップホップでやらせていただいてるんですけども、振り付けがメインのクラスになりますので、やっぱり慣れてない方、未経験者の方、もしくはダンス経験が浅い方も、皆さん大体の場合は、まず振り付けを覚えれるかどうかっていうところで結構不安を感じてる方がかなり多いんじゃないかなっていう印象です。振り付けは基本的に大体4/8前後、短めでやらせてもらってます。まあ、それでもやっぱり振り付け難しい、覚えきれないっていうことの方が多分慣れてないのほとんどだと思うので、レッスン中では基本的には一部分、例えば2カウントだったり4カウントだったり、ここちょっと覚えにくそうだなっていうところをピックアップして、何回もそこだけ繰り返して何回も踊ってもらって、まず体に振り付け その動き自体を落とし込んでもらうっていうところを結構ピックアップしてやらせてもらってます。結構毎週受けてくれてる生徒さんだと振り覚えはかなり早くなってます。振り覚えが早くなると、その技術的な面っていうのはやっぱり並行して伸びやすいのかなっていう印象なので、レッスンを受けに行くかどうかっていうところでもし迷っているのであれば、まずは受けてみてほしいです。で、受けてみてインストラクターさんが使っている音楽が、例えば自分がすごい好きな音楽だったなとかっていうのがあったり、あとそのインストラクターの方の踊り自体がやっぱりかっこよくて好きだなっていう自分の好みに合った時は、できる限り続けてレッスンを受けてもらうのが一番いいのかなと考えてます。慣れてもらったらどんどん自分が踊ってても少しずつ思い通りに踊れるようになって、そこからまた楽しさっていうのがどんどん幅広くなっていくと思うので、まずは受けてみると続けてみるっていうところでちょっとチャレンジしてもらえたらいいかなと思っております。Never hide my intentions. Life is a vibe. Once you slide on a mission, goddamn I'm fly. But I like all the pictures and have them thinking. Damn, 30 might go the distance.